だいぶ遅ればせながらアンズちゃんに、爪研ぎを用意することにしました。まあアンズちゃんにはこのステップのところでですね、爪を研いでるところはちょっと見たことがあるんですが、いかにも爪研ぎというのは初めてになります。1ヶ月も経つんですけどね。というのもですね、ここの奥に、アンズちゃんはいたがるわけですね。そのステップのね、あそこが一番人から見えない場所だと思っているので、ただそこに、今冬で寒いので、マットを置いています。それの邪魔にならないようにということだったんですが、小さい爪研ぎを探していたところ、この詰め替え用というのがあったそうですので、これの1個分だけの パカッとこれだけですね。入りそうだね。はい、じゃあこれを入れてみますよ。ということは、あれラブちゃんそこにいると開かないんですよ。あ、シオンちゃんまでいましたね。開けるよ。はいはい、どいてどいて。君君君君、邪魔邪魔。ラブくん、そんなとこでくつろいでないで。そしてアンズさんは逃げましたね。これは予定通りなんですが、君です、予定と違うのは。はいはい、見ていただいて。この上でもいいけどね、もう意味がなくなるけどね。うん、さあ、じゃあちょっとこれをどかして、あ、ここでいいや。そして、ちょっとね、もしかして入らんの？ぴったり。はい、いい感じです。多分この上で寝るよ。はい、アンズさん、爪研ぎ入りましたんでよろしくお願いします。はい。はい、ご飯でございますよ。はい。指でした。アンズちゃん、シオくんたちはご飯の後はきっとハンモックの奪い合いだと思います。今日はどちらが先に乗るでしょうか。みーちゃんくん、Thank you.
ワンちゃんおいで。はい。パパちゃんおいで。パパちゃんおいで。はい、これでみんなに行き渡りました。